で挑戦したら、あ、なんだ意外と簡単だったな、なんてことになると思います。さあ皆さんはどこの今段階を、行ってらっしゃいますか、もしくはどの段階で悩んでらっしゃいますか。フェーズが変わるっていうことは、今まで自分は、まあ、例えばここにいたと、ところが次のフェーズに行かなきゃいけない、もしくは行きたい、でもやり方が分かんない、でやり方が分かんないから不安になる、不安になるから迷う、悩むっていう。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマこちらになります。フェーズが変わる時というね、フェーズが変わる時、まあね、何の話ですかってことかもしれませんけれども、これね、実はこの、挑戦の話になります。挑戦の話で、今日の内容なんですけれども、例えばこのフェーズ、これ段階ですよね。このフェーズが変わるときに、実は我々農業者っていうのは悩むんだっていうことがのお話をねしたいなというふうに思ってます。で、私もね、いろんな各地でね、講演セミナーやらせていただいたり、経営塾だの、まあ、農業塾だの、まあ、いろんなところでね、お話しさせていただく、そして全国各地のね、まあ、皆さん方とお会いして、でそこで、いろんなね、悩み相談とか、山下先生、これね、今こういう状態なんですよ、どう思いますか、だとか、これからどうすればいいですか、とか、まあ、ほぼほぼ皆さん方のね、悩みとか、相談とか、まあ、経営改善とか、お話、相談を受ける機会が多いんですけれども、まあ、それらを聞いていって、ああ、なんか共通点があるなって。これは、このフェーズが変わるとき、あ、今ちょうどフェーズが変わろうとしているんだ。このフェーズが変わろうとしているときに、皆さん悩むんだっていうのがね、今回分かったので、まあ、その話をね、今日皆さん方に、まあ、動画でお伝えしようかなというふうに思っています。で、要は、フェーズが変わるっていうことは、今まで自分は、まあ、例えばここにいたと。ところが、次のフェーズに行かなきゃいけない。もしくは行きたい、でもやり方が分かんない、でやり方が分かんないから不安になる、不安になるから迷う、悩むっていう、まあ、そういう段階になってるんですね。ところがそのフェーズを、クリアした人からすると、いや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 簡単だよってというように、実際そのフェーズ一回飛び込んでみて、実際やってみると意外と簡単だったりするんですよ。はい、ということで今回結論は、やってみれば意外と簡単なんだっていうこと。ただなかなかね、こういう動画をね、言って出してくれる人がいないと思うんですけど、じゃあ一体どういうフェーズがあるんですかって、これ全体、いわゆる人生というとちょっと大げさだな、農業事業がどんなフェーズがあるのかっていうものを知った上でやると、意外と、あ、なんだ俺まだここかと、みんなその辺のフェーズ行ってるんだということで、まあ、違いも分かるし、ちょっと勇気が湧いてきます。でこの勇気が、まあ、湧くというか、挑戦しようという気に、ね、なっていただければ嬉しいなというふうに思って、まあ、今日の動画ねちょっと作ってみました。さあじゃあそこでこのフェーズ、つまりね、段階が変わるとき、一体どんなフェーズがあるのかっていうことで、フェーズが変わるときの段階を、6つまずお伝えしようと思ってます。まず1つ目が、身内以外を雇い始めるとき、身内以外を雇い始めるとき、これありますよね。今まで家族だけでやってた、もしくは親戚とやってたけど、全く初めましてのパートさん、初めましての、まあ、近所の人だったりするかもしれないけど、新しい人を雇い入れるとき、これちょっとフェーズが変わります。そして次、例えばこれまで JA の共犯で出荷してた人たちが、出荷してた人が、自分で自ら販売をし始めた。これもフェーズが変わる瞬間ですね。3つ目が、大きな設備投資をするとき。例えば僕もありましたけど、27の時に、設備投資、ね、4800万もかけて、大きな温室、耐候性のハウスを作ったんですよ。この時はね、大きくフェーズ変わりましたね。はい、もっと言うと、私はこの1、2、3というのをね、いっぺんにやってしまったって、いきなりフェーズが変わったんで、もうてんやわんやでしたけどね、はい、じゃあ次、はい、金融機関に融資を申し込む、まあ、実はこれもね、同じ時期にやったんですけど、これね、金融機関から断られました、だから結果的に、まあ、大変な目にあったんですけれども、まあまあ置いといて、じゃあ次、5つ目、法人化手続きをするとき、この法人化手続きはですね、私は38の時が初めてでしたかね、この時も、ああ、フェーズが変わったなっていうふうに感じました。そして6つ目が、加工場を作るとき、まあ、これもですね、まあ、30、40歳ぐらいの時にね、これ、経験しました。このように、身内以外を雇い始めるときって何が起こるのかって言ったら、もともと自分で作ってた、いわゆるプレイヤーだった。
自分たちでやってた。自分は作る側だった。ところが人を雇い始めたら作らせなければいけない。人を雇ってその人たちやらせなければいけないっていうことで、フェーズが変わるっていうのは、もともと自分は、あ、俺はプレイヤーなんだ、自分でやればよかったのを人にやらせる。フェーズ変わりましたよね。段階変わりましたよね。自分でこれまでやってよかったのが人にやらせなきゃいけない。これね、めちゃめちゃ難しいんです。で、やったことがないから迷うんですよ。ね。だからちょうどこの前ね、うちの、伸び時間のメンバーで、山下さん初めて人を雇ったんですけど、人を雇うって難しいですね。はい、いいですね。ちょうど今フェーズが変わってるんです。今までやったことないことに挑戦してるんです。だから知らないことばっかり失敗もするんです。フェーズが変わったから。はい、じゃあ次。JA 出荷から、改めて新たな販路を、決めて、いわゆる契約栽培とかやるとき。これもフェーズが変わります。それまで自分はもう、作るだけでよかったんです。あとはもう農協さんが、どうにか、選果したり出荷したり、運送会社とか段取りしたり取引先段取りしたり全部農協がやってくれたのを、いわゆる自分は生産するだけでいい生産者だった。ところがフェーズ変わりましたよ。フェーズが変わって自分で自ら販売者、つまり成果業をやらなきゃいけなくなった。フェーズ変わりましたよね。こういうことなんです。フェーズが変わるっていうのは。そして3つ目、大きな設備投資をするとき。このときに営農から経営に変わります。お金を借りなければ、あまりそこのお金の感情には、なんていうの、無頓着でもなんとかなってったかもしれないんですけど、これ金融機関に、設備投資をするときに、金融機関に融資を申し込んだりすると、これめちゃめちゃお金の計算をしていかないとお金貸してくれません。はい。ここで、営農の感覚から経営の感覚に切り替わります。どうです、これ結構フェーズ変わるでしょう。つまり、農業者がフェーズが変わる段階、この1番から4番目、これ結構多いんですよね。プレイヤーからマネージャーに、生産者から販売者、いわゆる成果業に、そして営農者から経営者に変わる。これが一番大きなイノベーションなんです。だから結構経営塾とかではこの 1,2,3,4の相談が多い。で、みんな、自分はプレイヤー、家族経営、人を雇ったことがない、人を雇うのどうすればいいのかな、そして自分で販売したことない、販売するのどうした方がいいのかな、自分でちょっと、金勘定があんまり得意ではない、それどうすればいいのかって、この、3つがほとんどフェーズが変わる最初の入り口になります。そしてこれらを、経てきた人たちは次、はい、法人化手続きになります。で、法人化手続きが今まで個人だったのが会社、中小企業になるんです。法人化するとですね。それまで個人経営だった、個人商店だったのが、中小企業になります。で、中小企業になるときも思いっきりフェーズが変わります。で、僕は基本的にこの、法人化は、推奨派です。そしてさらに、今まで農産物だけを生産してたところ、生産販売してたのが、はい、いよいよ加工場を作るとなるとどうなるのか。こうなってくると、農業というフィールドから食品業というふうにフェーズが思いっきりまた変わっていきます。だんだん分かってきましたよね。今まで農業という農産物を流通させてたのに、加工品を作って加工品を出荷すると、それはもう食品業です。いいですか？このようにフェーズが変わるときが一番皆さん悩むんですよ。やり方が分かんない。ね、でも僕はありがたいことに、この1から6までをずっとこうフェーズをずっと変わってきたから、今皆さん方の相談に乗ることができるってことなんですね。このフェーズが変わるとき悩みますよね。それはそうです。知らないし、やったことないから。だから怖いんですよ。不安なんですよ。悩むんですよ。だけども、やってみると、そんな別に、ね、誰でもやってるというか、そんな特別なことではないですからね。ただ、さらにフェーズが変わるときってあるんですよ。山下さん、これよりまだフェーズ変わるの？例えば、さらにフェーズが変わるとき、次、はい、地域の大きな役職が回ってくるとき、これありますよね。そして、出資したいなんて言われたとき、出資？そして3つ目が、違う事業についに進出していくとき、さあ、そして、会社を買うようになるとき、そして、出資する側に回るとき、そして今度は寄付するようになる。これ、すごい話でしょ？これが、いわゆる事業の成長になっていきます。もうこのフェーズになってくると、もう皆さん、ついてきてくださいよ。もう地域の大きな役職が回ってくるとき、つまり自分は会社組織の社長なんだって、会社組織の社長なんだっていうふうに思ってたら、とんでもない地域の代表になります。例えば地元の議員になったり、県議会議員になったり、中にはね、国政選挙に出るような人もいるかもしれませんし、中にはどこそこの大学の教授とか、どこそこの、ね、大きな NPO の代表になったり、教育委員長になったりとか、いろんな役職が、これフェーズ変わりますよね。俺農家だったのにっていうふうに変わっていくんですよ。じゃあ次は出資したいと言われたとき、それまで同族経営って言って、同族会社、つまり株は全部自分の身内が株を持ってたのに、ついに
自分だけではなくて出資する、キャピタルとかからの出資を受けるようになる。ごめんなさい、同族会社から非同族会社にフェーズが変わる、こういう世界もあるんですよね。さあそして次3つ目、違う事業に進出するとき、はい、これは今までも農業食品事業だったのが運送会社に行きました、飲食業界に行きましたなんて言って多角事業をし始める、これも大きくフェーズが変わりますよね。さあさらに会社を買う、会社を買うんですかって、つまり M&A で今度はよその会社を買い始める、これはもう起業家ではありません、これはもう事業家にフェーズが変わっていくっていう展開になります。さあそうなってくるといよいよ今度はこちら出資、もう出資をし始める、もう自分は会社を買うだけではなくてどん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 ベンチャー企業にどん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 お金を出し始める、これはもう事業家ではありません、これはもう投資家の世界になります。すごいフェーズ変わってきましたよね。さあそして最後もう究極です、6番目、寄付する。寄付するって何ですか、これは投資家から資産家になったってことなんですね。はい、すごいよねこのフェーズの変わり具合、つまり段階っていうのがあるんですよね。はい、この段階フェーズが変わるのを一つ一つ見ていくと、まずはプレイヤー、生産者、おそらくね皆さん生産者、それして人を雇い始めるようになるとマネージャーになります。でマネージャーになって今度は自分で売ったりし始めると生産者っていう段階から販売者、成果業に変わります。そして、お金をね金融機関から借りたりなんてし始めると営農から経営に変わる、そして、法人化するときに個人から会社に変わっていきます。そして自分の農産物のみならず食品加工まですると食品業になり、ついには地域、自分の会社の代表ですよから地域の代表になっていくと。そして、出資させてくださいなんて言って同族会社から非同族会社になって、さらに単体事業でやったのが多角事業まで発展します。そしてついには、会社を買うなんていうことができる起業家から事業家へとフェーズが変わっていくんですね。さらにこの事業家がついには、投資をするというような形になって、もう投資だけでは、投資をやってるだけではなく、もう世の中に社会に還元したいなんてもう言って、もういわゆる資産家ですねまであるんだ。さあ皆さんはどこの今段階を、言ってらっしゃいますか、もしくはどの段階で悩んでらっしゃいますかっていう話なんです。なんかもう山下さんこんな話すると、俺なんかこの辺でまだ迷ってるのって、なんかねまだまだだなとか、そんなこと思わないでください。要はですね、何言いたいのかって言ったら、この最初のフェーズが変わるっていう壁が一番高いんですよ。最初新しいフェーズに挑戦する時がドキドキするし、悩むし、分かんないし、怖いんですよ。この最初のフェーズを乗り越えて、また次のフェーズを乗り越えて、また次のフェーズを乗り越えてってやっていくと、もうあ、なるほどねって、これ ある哲学者が言ってたんですけど、竹の節はどん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 上に行けば上に行くほど薄くなるって、つまり最初のチャレンジが一番怖いんですよ。2番目のチャレンジもまだ怖い、3番目4番目5番目ってなってくると、もうこっから先はそんなもう怖くないんですよ。いわゆるフェーズが変わるっていうこと、いわゆる人生が変わる、考え方が変わる、そしてブレーンが変わる、友達が変わる、社会が変わる、見え方が変わるっていう風な、こういうのを経験していくと怖くないんですよ。もっと言うと悩みが減るんですよ、不思議なことに。僕もね、本当これを今経験してきているんですけれども、なんだろうな、だんだん慣れてきます怖くありません、悩みが減ります。簡単、もどんどん簡単になっていくんですよ。あ、だからといってこっから先もまた違う、じゃあ山下さん簡単に資産家になれるんですかって、まあ、それはまた違うまたフェーズだったけど、まあ、でも本当ね、この辺でね、皆さんね迷ってらっしゃると思いますけれども、最初は大変ですよね。だけどぜひね、私は挑戦していただきたいと思います。で挑戦したら、あ、なんだ意外と簡単だったななんてことになると思います。はい、ということでね、今回これで終わるんですけれども、まあ、ノービジセミナーね、12月、いよいよ今年の最後のノービジセミナーはね、12月13日、総決算のね、決算セミナーというのをね、皆さん方にお届けします。これね、またぜひお申し込みいただきたいんですけど、まあ、今日の話を踏まえてですね、ちょっと山下さんって、まあ、皆さん方の悩みありますでしょ？ああ、なるほど、今そこのフェーズなんですねっていうのを、まあ、一応僕も一通り経験してきてますので、おそらく皆さん方の相談、悩み事、不安に寄り添うことができますので、遠慮なく申し込んでください。ノーテラス、そしてメールでお願いしますね。メールで本当すいません、わがままで、で電話本当出れないんですよ。もうたくさん電話いただくんですけど出れないで、折り返しするのもなんかちょっとこっちもなかなかタイミングが逃してますので、
ぜひね、お電話ではなくてメールでお申し込みいただくと、本当に皆さん方のね、お悩みもしくはご相談にね、お答えさせていただこうというふうに思っています。はい、ということでね、今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。